日産が世界ラリー選手権への参戦を前提に勝てる車としての明確なコンセプトのもと生まれたパルサー GTI-R。 そのコンパクトなボディに秘められたポテンシャルはどうなのか。今回はオープンロードでのマシンチェックをはじめ、矢田部、筑波、ダートでのフルテストに実戦からのレポートも加え、清水、竹平の両キャスターが GTI-R に本音で迫る60分だ。この車はパルサー GTI-R です。日産の世界ラリー選手権のために、勝つためにですね作られた、スーパー四駆と言えるんですけども、今回は箱根のこのワインディングロードを中心に、そして矢田部のテストコース、もちろん筑波サーキットも入ってます。そこまでは僕が担当しますけども、そしてダートインプレッションを竹平、兄貴にお願いしてですね、徹底的にこの超、バカッパヤ四駆をですね分析してみたいと思います。まずスーパーパルサーまでのヒストリーを簡単に見てみよう。パルサーの前身は日産初の FF カーとして70年にデビューのチェリー。 GTI-R のルーツともいえる X1R は国内のレースやラリーで活躍。初代パルサーは1200と1400の直列四気筒、キャブレター仕様のエンジンを持って78年に登場した。2代目パルサーは当時世界でもクラストップレベルの居住性を誇った。同時発表のエクサ、クラス初のリトラクタブルヘッドライトを備えたスペシャリティクーペとして注目を集めた。84年になるとパルサーは日産のヨーロッパ向けメインモデルとなり、輸出累計も100万台を超えた。さらに115馬力ターボエンジンのミラノ X1 も追加され、パルサーはスポーツイメージを強くした。86年3代目がデビュー。高性能のツインカム CA16DE 搭載のミラノ X1 やビスカスを使ったフルタイム 4WD セダンで話題を集め、この年のカーオブザイヤーを受賞している。受賞を記念しトリプルビスカス 4WD も限定で発売。さらに88年にはラリー用ベース車 R1 ツインカムも設定された。そして90年、4代目パルサーがデビュー。 GTI-R は発表前からそのコンペティティブな性格が噂され、ラリーファンが待ち望む中その姿を現した。そのモンスターマシーン GTI-R、 エクステリアで目を引くのは何といってもボンネットの大型フードエアインテーク。限られたスペースに大きなインタークーラーのついたエンジンを収めようと苦労した跡がうかがえる。そして大きなリアスポイラー、外観の変更が厳しく制限されるグループ A マシンにとって有効なダウンフォースを稼ぎ出すための必要不可欠なパーツである。エンジンはすでにブルーバードなどに搭載されている SR20DET の給排気系をチューニング。特に4連スロットルチャンバーの採用は、通常は1箇所の吸気絞り弁を各気筒のマニホールドに配し、弁からシリンダーまでの長さを短縮。アクセルの開閉に対してシリンダー側のクイックな反応が可能となり、鋭いアクセルレスポンスを生み出した。インテリアは最近の日産車に共通なデザイン、ステアリングやシフトノブは本革を使用。大型のメーター類は視認性に優れ、タコメーターのレッドゾーンは7500回転からとなっている。クラスター上部の3連メーターは兄貴分の GTR に負けてはいない。シートは GTI と同じタイプ、できれば専用バケットが欲しいところだ。タイヤは 6JJ の専用ホイールに195-55-14 の RE71 を履く。駆動方式はもちろんアテーサ 4WD。 前後のスリップ状況に応じてセンタービスカスが前後輪のトルク配分を最適に保ち、高い走破性を得ている。
またリアレフに組み込まれたビスカス LSD とのコンビネーションで前後左右全てのタイヤへのトルク配分も制御。このためターマックからダートまでスムースな加速性と旋回性を両立させている。さあそれでは清水キャスターの箱根ワインディングインプレッション。まあ、2リッターで230馬力は今のところ最強ですね。でも正直なところ、まあ、最近280馬力がもうたくさん出てきて、まあ、230馬力ぐらいではこうドキッという、感激するほどですね速いっていう感じはしないんですけども、まあ多分四駆で非常にトラクション性能もいいですから、いわゆるラリーフィールドみたいなところではかなり確実に速いということは言えると思います。この車の、まあ、ラリーでのライバルはちょうどセリカの GT4 あるいはギャランの四駆になるわけですけども、まあ、このパーサーが明らかに有利なのは、非常にコンパクトなボディサイズを持ってますから、このような非常に狭いワインディングでもですね、かなり軽快に、走ることができると思います。エンジンはグループ A 用に、チューニングすることを前提にしてまして、タービンはかなり大きいのを使ってますから、まあ、スタンダードの状態では、まあ、ブーストがやや物足りなくて、その結果低回転 中速域では多少使いづらい面があります。具体的にはですね、だいたい4500から5000回転以上回転上げないと本来のパワーが出てこないようですね。まあ、ギアリングも、まあ、一応こうロードカーとして、まあ、常識的なギアリングなんですけども、まあ、多少2速と3速のつながりが今一つかなというのはありますけども、まあ、こういうタイトコーナーで、まあ、従来あった曲がりにくさみたいなものは、あまり強くは感じられませんね。ただこう限界まで追い込んでいきますと、やっぱり前輪から先に、限界が来まして、まあ、いわゆるアンダーステア傾向が見られます。サスペンションは全体的にやはり固めですね。アクロでの走破性とかロードホールディングを考えて、乗り心地は、まあ、決していい部類には入りませんが、まあ、グループ A のラリーバージョンベースということを考えれば妥当なところだと思います。ちょうどこのクラスの車になりますと、まあ、僕はランチャーのインテグラーレ、これもまあグループ A で今大活躍している車なんですけども、まあ、ちょうどその車を思い浮かべるわけですが、まあ、実際の馬力はこのパウサーの方が230で勝ってるんですけども、まあ、エンジンのこう高回転の伸び感みたいなところで今一つパンチがないなっていうのは正直なところ感じます。最近の日産車の特徴なんですけども、スタビリティが非常に高いということは、もう誰が乗っても安心してハイスピードクルージングが楽しめると思います。走り屋でかつ、例えば冬に雪に行くとかですね、そういう方にはもううってつけの車かなと思いますね。それではワインディングをですね、結構元気よく走ってみたいと思います。ワインディングではやはり対向車にこう常に気をつけてないとダメですね。ですから左コーナーと右コーナーでは多少ラインを変えます。左コーナーは、アウトインインのラインを取ります。クリッピングについて立ち上がりで決してアウトに絡まないように気をつけましょう。まあ、特にこう上り下りのアップダウンのストレートでもですね、その先の視界の悪いところではもう十分確認することが大事です。ターボエンジンですから、なるべく早めにアクセルを開けてですね、ブーストの応答性を高めとくといいと思います。このようなコーナーでも意識的に早めにアクセルを上げていきます。そうすると、意外と3速でも、うまくコーナーをクリアすることができます。意図的にアクセルを早めに上げます。左足ブレーキをうまく使うのも有効だと思います。
左足でブレーキ踏んで右足でスロットルを上げてきます。ギアダウンしない限り、ブレーキは左足でも、を使うとうまくいくと思いますね。右足をとにかくアクセルペダルから離しません。今日は、このパルサーをですね、開発なされた開発部隊のボスである、千野さんに来ていただきまして、いろいろとパルサーの話を、全体的な話の中からですね、この GTI-R の話を、クローズアップしていきたいと思います。千野さん、お忙しいところ、いろいろありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。はい、この新しいパルサー、聞くところによりますと、ちょうどフォルクスワーゲンのゴルフですね、その辺を、ライバルというか、かなり意識して開発なされたと聞いているんですけども、我々の車を作るときに、どうしてもある種のこう競合者をですね、いつも描きながら、具体的なライバルとか、例えば、例えばゴルフであるとかね、あるいはこういう車であるとかね、それやるんですけどね、とりわけゴルフっていうのが欧州でもかなりこうよく売られてる車でもありますし、まともに競合関係にあるもんですから、相当意識して横目で睨みながら進めてきたというのはございますね。そうすると当然このパルサーシリーズは、日本だけじゃなくて、ヨーロッパ、アメリカ、もう全世界に出ていくわけですよね。主にですね、日本とそれからヨーロッパが中心ですね。日本とヨーロッパですか。アメリカには今のところ、出す予定はないんです。そうですか。そうすると、ヨーロッパというとドイツ車ですよね。でアウトバーンがあるから、相当ハイスピードの運動性能というか走りが求められてきますね。ですからゴルフを睨んでという意味はやはり高速でのこうスタビリティの良さというんでしょうかね、そこら辺がかなり参考になりますし、少なくともその量がするような安心感というんでしょうか、そこが一つの目標でもありましたんで、さっきも言いましたようにかなりゴルフ、それからもう一つはやっぱり全体の剛性の強さみたいなもんですね。サスペンション、タイヤ、ボディですか。それからやっぱり高速で走っていった時にその卵の殻にきっちり入ったような安心感っていうんでしょうか。卵の殻の中にきっちり入ったというようなね、そういう安心感と現実のスタビリティの良さと両方兼ね合わせて、しっかりした印象、これもやはりゴルフも一つの参考になったように思ってますね。千野さん、ラリーについてのこう質問なんですけどね、従来日産のラリーカーというともう昔からブルーバードって僕なんか思うんですけどね、突如こう世界ラリー選手権をパルサーでっていう話になった背景というかですね、その辺の理由をお伺いできますか。最大の理由はですね、WRC は50周年ヨーロッパ中心に行われますんでね、やはりヨーロッパで日産としてこう売られてる車の形でもって出た方がはるかに効果が高いと、販売上というか販売上もあるいはPR と言いますかね。で開発のですね、普通車っていうのは4年か5年ぐらい前からスタートするわけですよね。その時点からもうそういう戦略構想っていうのはあったんでしょうか。最初からありました。そうですか。だから日産がそのモータースポーツに例えばレース、あるいはラリーでどういう取り組みをしていくかという中に構想としてあったんですね。グループ C があって、グループ A のレースとラリーがあってと、ですからそのラリー部隊というのはやっぱり WRC でトップ争いをしていくと、でそれには先ほど言いましたように戦略的にそのパルサーというのが販売コースの地域的な部分を含めていいということで、それじゃあラリー部隊の人たちもね、なんとかやってみたいと、だから調査そのベースになる車をちょっと作ってくれんかという話がありましてね、なんとなく両方の話があって、それじゃやってみようと。そうするとじゃあ思いつきでじゃあとりあえずパルサーっていうんじゃなくて、もうゼロ時点から、出発時点からラリーはパルサーで欧州戦略を合わせてですね、世界ラリー選手権に出てって、一発やってやろうというところですね。そうです。わかりました。じゃあそれでは早速、千野さんにですね、この GTI-R の、ドライビングテクニックを披露してみたい、してもらいたいと思います。じゃあ一緒に僕横乗りますから。
それではこれから町野さんにこの GTIR を運転していただいて、この車の魅力についてですね、いろいろと走りながら実況中継をしてみたいと思います。よろしくお願いします。いやぐちゃぐちゃよろしくお願いします。千野さん昔から走るの好きでしたよね。走るの好きですね、しかしあれですよ、非常におとなしい運転をしてますので非常に紳士でなりますね。やっぱこう自分が手掛けた車、我が子みたいな感じだと思うんですけどね、こういう車をこう運転する時の気持ちとね、他の人が作った車を運転する時とはやっぱ思い入れみたいなものが入っちゃいます。入りますね。というのはね、ちょうど自分の子供っていうと、こういいところもあるけど悪いところ、親の知ってるこの悪いところもありますよね。ありますね。でそこがね、なんとなくこうすごくこう気に刺さってですね、いやもうちょっとこういうとこいいことになってくれるといいんだけどとね、なるほどね。そんな妙な感じがしますね。この車でこういうワインディングを、スポーツドライビングしますとね、どういうところが一番優れてますかね。自分の子供としてですね、この子のこういうところが偉いんだよっていうのを。やっぱりねこういう10R ぐらいのですね、3速で80キロぐらいですか、この辺りのこのさっとこうコーナーを曲がっていく時のですね、なんとなく手応えっていうかハンドルの、面白さ、そうですね、このなんとなく楽しさっていうのか、そういったところがこの富士タイヤの面白さじゃないのかなとちょっと思ってますけどね。次に優しいお父さんから厳しい清水お兄さんにドライバーチェンジ。急に黙っちゃいましたね。いやいや、そのね、なかなかその見事な運転されるもんだからほとんど感心してますよ。いやいや、車が道具が良くないとね、速く走れないですよ。車がいいんですよね。いや、どうも。おや、清水さん、なんだか嬉しそうですね。ニューパルサーの隠し味、ボディ構造について聞いてみた。パルサーのボディ開発にあたっては、3つのポイントを特に重視しました。1つ目が、もしも、衝突した際に乗員を保護するということで高い安全性を確保するということ。それから2つ目に、走行中に不快な振動が起きたりとか、あるいはしっかりとした、ボディの剛性感を演出するという高いボディの全体剛性を確保するということ。それから3番目に、このパルサーの売り物でもあります走りを支えるサスペンションの各取り付け部の剛性を高めるという、以上の3つに重点を置きました。サスペンションにから車体に入力する点としては、ここの部分、このストラットの部分、それから下の、ロアアームの取り付け部、この2つがありますけれども、このショックアブソーバーの取り付け部、ここの剛性をいかに上げるかということが、課題になります。今回この黄色の部分、黄色に塗ったこの部分に補強をすることによって、ストラットから内側に入力が入った時にこの部品によって支えまして高い剛性を確保することができました。続いては矢田部で BM 流フルテスト。まずは04から。
1回目で14秒台をマーク。まあ、1回目14秒2でまあまあだということです。4区ですから発進時のトラクションがかなりありますから、まあ、回転はちょっと高め、5000ぐらいでいきましょう。3、2、1、スタート。13秒台が出た。では次に兄弟対決2本立て、まず Z から。パルサー余裕の勝利。次は副編大井の GTR だ。清水パルサーフライングだが、計測は光電管のためタイムはごまかさない。清水さんサイドスリップの反則技に出た。しかし中盤からの伸びでは GTR が断然有利。やはり稼ぎ頭の兄貴にはかなわなかった。次のメニューは直径50メートルの定常沿線回、シャーシとハンドリングをチェックしてみよう。この車は基本的に四輪駆動ですが、実は駆動力の、出し方がですね、非常にうまくチューニングされてまして、従来の四駆はこのままアクセルを踏んでいくと、プッシングアンダーステア、つまりフロントから、大きくドリフトアウトするわけですけども、この車はそのプッシングアンダーステアが非常に小さく収まっていることです。そしてアクセルあるいは軽くブレーキを踏むことで、このアンダーステア、わずかに出ていくアンダーステアをですね、コントロールしてニュートラルステアあるいは、軽いオーバーステアと持ち込むことができます。今のように旋回にもう一度内側の方に、入ってきます。軽くブレーキを踏めば、車は内側にもう一度入ります。アクセルを踏んでコーナーリングして、もしコースの外側に飛び出しそうとなったら軽くブレーキを踏みます。そうするとスムーズに、フロントがもう一度インの方に向いてくれるわけですね。まあ、つまり、コーナーリング中にアクセルオンオフあるいはブレーキを、踏むことで操縦性が自由自在にコントロールできるということ、そしてその、動きが非常に穏やかであるから、パニックにはならないということですね。さらに激しく、コーナリング中に、ブレーキを踏んだりすると、車が一体どんな、挙動を示すでしょうか。急に踏んでも姿勢変化の量はそんなに変わりません。軽くリアが、スライドしますが、慌てずに少しハンドルを戻すだけで修正できます。コントロールの幅が非常にあって、さらにその先では車の方がかなり、しっかりとですね、限界性能を、支えてくれてるわけですね。つまり、限界の高さと、限界のコントロール性の良さ、おそらく現存する四駆の中で最も限界のコントロール性がいい車じゃないでしょうか。最後は誰もが気になるだけど真似のできない高速安定性チェックだ。非常に残念なんですが、まあ国内仕様ということでリミッターが180キロで効いてしまいます。実際はおそらく実力220キロから230キロぐらいじゃないかなと思います。もちろんこの辺のスピードでは何の、問題もないですね。まあ、ヘルメットかぶってるからよく分かりませんが、そう風切り音も気にならないようです。それでは、レーンチェンジを、しながら安定性を見てみたいと思います。このように早めにですねステアリングを切って、次のレーンにこうスパッと決まる、これを、高速の、陽のダンピングといいますが、非常にこの陽ダンピングが高いですね。
ヨーダンピンが悪いと、まあ、レーンチェンジした後にですね、フラフラとお釣りが、残って、これはもう100キロ以上では非常に危険な、状態です。まあ、このような国産車が非常に現在をもってしてもまだ多いということは、真剣に考えていかなきゃいけないですね。つまりこういう安定性の高い車に乗っていれば、まあ、それだけ高速走行が、安心して、しかも安全に行われるということです。現在リミットの180です。5速で5200回転です。このように激しくレーンチェンジしても、非常に車安定しています。タイヤのスキット音が、しますから、もうすでに瞬間的に車はもうドリフト状態に入ってますが、手放ししても非常に安定してます。今度はバンクを通らずに、インフィールドを180キロで、旋回します。ここでちょっときつめのブレーキを踏んでみましょう。まさに、ブレーキングニュートラスタイルですね。お尻が出ることもありませんし、アンダーステアになることもありません。まあ、このぐらいの車速で、旋回中にブレーキを踏んで、もしテールが出たら、まずそれは、死を意味すると考えてください。まあ、多くのドライバーがこのようにいい車を、選んで乗っていただければ、まあ、もちろん雨の日の交通事故というのは確実に減っていくと思います。事故が減らないのは、あまりにも走りがヘボい車が多いという、現在の日本の状況を忘れてはいけません。ここ矢田部のテストコースで、3つのテストがちょうど終わったところなんですけども、まず04を、中心とした、エンジンの動力性能のチェックですね。これはですね、結果から言いますと、04が13秒7、まさにこれは非常に速いタイムだと思います。この SR 系の2リッターのターボエンジンが、高回転いってもですね、かなりパワーが落ち込みが少ないということで、非常に、高回転まで、加速が続くということですね。ウェット路面における沿線回をしたわけですけども、ここではタイヤがスキッとして限界になった時にどのような性能を持っているかということですね。ここは四輪駆動ですから、非常にアクセルを踏んでいく時にタイヤがスキッとしにくいんですけども、万が一スキッとした時に、やはりこの車は最後にこう解剖があるような感じですね。高速安定性試験においては、ここは最も今日産が得意とする分野です。例えばレーンチェンジをした時の安定性ですね、そして、パニックを想定した、旋回ブレーキですね。これを200キロ近いスピードでやって、どれだけ車が安定しているかということを、試したわけですけども、実際180キロでリミッターが働きますから、スピードは170から180、ここでの、ちょっと速いステアリングを操作した時のレーンチェンジでもですね、非常に車がしっかりして安定性が高いということがあります。これは一般の人が万が一パニックに陥った時に、最後は車の性能で危険回避できるということになります。これもこのパルサー GTI-R に採用されたアテーサー 4WD システム、そして最近の日産のサスペンションを含むシャーシテクノロジーの勝利だと思います。この部分は相当すごい性能があると言えます。続いて竹平キャスターのダートインプレッション。舞台となった篠井カンティ東部は本格的なバギーコースを備えたアウトドア感覚いっぱいの BM おすすめポイントだ。まずは気になるグループ A マシンについてスポーツ車両開発センターの篠田さんに聞いてみた。以前の N13 パルサーの皮をかぶって、中身はその新型パルサーのスペックを積んでね、ラリーの後に、いろいろ走られていろいろテストされてましたよね。このスクープは、スクープは我々何度も見てますけどが、その成果といいますか、感触はどのぐらい、どんな感じでしたかね。いろんな路面とかコース分けてそれぞれの性能を見ながらやっとるところがありますけども、我々が今目標としているところには、ユニットとしては大体近づけるところまで行けておりまして、確かな展開は感じております。ああ、そうですか。WRC という、グループ A の仕様として考えていく場合には、サスペンションをよく吟味することと、
それからもう一つの武器としてはですね、やはり、まあ、4区の中でも、まあ、スカイラインでおなじみになりましたけども ETS というのがですね、分断に使わせてもらって我々そこに、まあ、ハイテクを取り込んでいくという言い方をしておりますけども、この ETS がですね、まあ、高速あるいは低速でもコーナリング性能ですね、それと同時にトラクションを上げるという点で、かなりワイドなレンジでもっていろんないい作用をもたらしてくれておりまして、まあ、ちなみに我々モンテカルロでもテストをしたんですが、その時に初めて、まあ、これから使いますブロンクビストが、乗ったわけですけど、はい、いきなり屈曲路のところですね、山間地ですが乗りまして、彼が降りた途端に首をかしげるようなことがありました。実はその首をかしげたのは今までこんな車乗ったことがないということを言っておりました。というのはそれはこんな車ダメだとかそういうことにはもちろんないですよね。非常にですね、自分がこれから挑戦していくのにもう不足はないというくらいにですね、なんでこんなによく走れるんだというところは首をひねってたのだったです。まあ、今までのそのハイパー四駆の概念を超越した、もう死んじゃ、要するに四輪駆動っていうのはね、曲がりにくいとかコントロールしにくいというそういうイメージが多分天下のブロンクテストとしてもあったかと思うんですよ。そうですね。その彼がびっくりしたと。まあ、彼は我々も開発いろんな車をやってきましたもんで、四駆についてはもうかなり、まあ、スペシャリストだと思うんです。そういう人たちがそういうふうに言ってきたということがですね、やはり違ったものをやはり狙い通り持てたかなというのが今のところしっかりした感覚として捉えられているのです。はい、パルサー GTI-R が全日本ラリー選手権に早くもデビュー。続いては実戦からのレポートだ。その GTI-R をいち早く持ち込んだのはチームカルソニックの綾部光雄、森哲也組。納車から実践までわずか2週間。この短い車両製作期間のためマシンの調整はラリー前日の深夜にまで及んだ。そして当日パドックでの一番人気はやはりGTI-R。 N 規定で争われる全日本ラリーは車両の改造が厳しく制限されている。このため市販車のポテンシャルを見るには絶好の機会であり、ドライバーにとってもそのテクニックが大いに問われる。およそ5000人のギャラリーが見守る中、13時ちょうどに1号車がスタートした。綾部森組は現在シリーズポイントトップで、もしこのモントレーで3位以内に入賞すれば90年シリーズチャンピオンが決まる。彼らはこれまで3連勝を遂げたブルーバードを全く未知数のパルサーに変えてこの大事な一戦にかける。一方現在シリーズ第2位で綾部組を追うゼッケン59番ギャランの桜井大溝組にとってもチャンピオン争いのかかった決して落とせない一戦である。第一ステージは特設のパイロンコースと林道を使った合計4つの SS で争われた。 SS2 で同点のベストタイムをマークした綾部パルサーだが、ギアサスペンションのセッティングが決まらずにふらつくマシンを抑えての力走だ。レガシーの神岡も SS2 では同点のベストタイムをマーク。意地を見せる。我らが高平キャスターも全開で走る。豪雨の中、熱狂的なギャラリーの声援に応える各社。
転倒しても手を振る余裕。中には答えすぎる車も。群馬スペシャリストとして知られる桜井は SS3 でベストタイムをマーク。しかし勝負は山に入ってからと無理はしない。第一ステージのトップは57番の西尾軍。しかし2位桜井との差はわずか1秒。綾部パルサーは SS4 でタイヤバーストというアクシデントに見舞われトップから7秒遅れ。第1ステージ終了時点では5位グループにつけている。約1時間のサービスを取り午後5時第2ステージのスタート。にして最初の SS5 を終えた各マシンがいよいよ山岳路での夜の戦いへと駒を進める。パルサーのライバルたちは VR4、レガシー、ファミリア、セリカ GT4 などいずれもパワフルなターボエンジンを積んだスポーツフルタイム 4WD である。早いのは54秒トップ。じゃあ俺たちトップだ。2台くらいじゃない同じのが2人。サンキュー。綾部選手も第一ステージでの遅れを取り戻し3位以内の入賞を目指して確実にペースを上げていく。地元の強みか桜井大溝組のギャランは山に入るとほとんどの SS でベストタイムを叩き出しトップを独走する。2位は上岡組のレガシー。パルサーは熾烈な争いに勝ち残り3位に浮上。シリーズチャンプへの夢をつなぐ。午前3時、戦いを終えたマシンが次々とゴールしてくる。結果は数時間後の正式発表を待たなければならない。少しでも早く順位を知ろうとクルーは情報を交換し合う。全然関係ない、まあいつらは前島は前島は2006かなんか。 2006? うん、俺117に。何が日捨てだけで2006？ じゃあ1998だから勝ったな。負けたか。看板目になりそうか。分かんないな。すいません。はい、いかがですか。あ、無事に終わりましたよ。新しいパルサーどうですか。全体的に全体ちょっとね、今日セッティングがね、やっぱりデビュー戦だということでね、完璧にできなかったんでね、もう少し煮詰めれば。今までずっとブルーバードを使われてきたわけですけども、まあ、比べてというわけじゃないですけども、いい点悪い点ないところパッと、やっぱちっちゃいというか、まあ全長ですよね。
その分で、あとまあ重量配分があの割とじゃじゃ馬だって言われてますけども、それが今のところいい方向に、だからあの割とコーナーなんかでもね、あのフロントが入ってきてるんですよ。で割とあの会場性いいもんでね、それからあの立ち上がりやなんかも割とあのブルーバードみたいにあのリアが表に出ていかないように、で前に出ていくんですよ、割と思ったほど。なるほど、ええ、15インチは特に必要ない。まあこの先にね、その車の限界がね、達するところまで行けば欲しくなるかもしれませんけども、今その国内で争っているギャランとかブルーバードね、その比べてる分であればこれでいけるかなと思います。翌朝の正式発表で綾部森組の3位入賞が決まった。彼らはシリーズチャンプの座をものにした。デビューウィンは逃したものの、綾部組のシリーズ優勝に大いに貢献した GTIR、 そのポテンシャルの高さをこの一戦で十分に示したといえる。シノイカウンティのコースは超ウェット、最悪のコンディションだ。大場の人はね、足は相当こうハードに固まってるし、普通の感覚よりもよっぽど攻められちゃう。本当のノーマルだったらね、こんな道走ったらすぐに、バタバタしちゃうけどか、これはそんなことない。パワーというかね、パワーでこうやって振り回すことができそうな、ここら辺はあのラリー車としてすごく武器だね。ドバーというようなアンタはないし、まあ、進入時だけあの隊員をちょっと気をつければそれほどやばいという感じしない。どっちかといったらかなりね、あの2人の入りはいい方ですよこれね。そして立ち上げではやっぱりこの強烈なパワーでね、強引にズバーンとこうパオンって持っていけば、そうそう、相当の、まあやっぱしね、エンジンちょっと高回転すぎるね、こういったところには低速のエンジンの方が全然いいと。ローでかなり引っ張らないと走りにくいという感じしちゃうからね、これだと。スタイリングのしっかりしたフィーリング、これは相当なもんね。操舵感があのガッチリとってかなりいいですよ。これはね、詰めたら相当ね、ハイポテンシャルで走りやすいというのかな、楽しい車になる。曲げにくい、この四駆特有のね、ターンのしづらさ、これがこの車も出ますね。まあ結構出るんですけどが、これはやっぱしどうしようもないなと思いますね。まああの車が非常にコンパクトで、それゆえにホイールベースも短いし、まあ、重量バランスもね、かなりフロントがこれあのヘビーな車なんですけどが、まあ、そこら辺も幸いして、隊員がしづらいとか出てくると。ただ、立ち上がりをですね、まあ、立ち上がる重視のライン、まあ、隊員はスムーズにいって、まあ、あまり無理して突っ込まなくて、立ち上がりで、パワーをフルパワーかければ、やはりこの230馬力というのかな、そこら辺のパワーが効いて素晴らしいダッシュすると。それからこんだけのアクロ攻めてもね、足腰しっかりしてるし、これはあの安心してラリーコース攻められると、そういう気がします。ですから、まあ、あの運転のしづらさがちょっとありますけどが、そこら辺あのラリーパーツを例えばあの、フロントの LSD、 リアルのメカニカルの LSD、 それからセンターデフもですね、ディスカスの強いものも設定してありますし、そういうものを組み込んでいけばですね、軽量でハイパワー、この特性を生かした、走
支持がさらにクローズアップするし、まあ現在出てるギャランとかレガシーね、それらと比べれば、まあそれら以上のポテンシャルを示すというのは今日はっきりと実感できました。 GTI-R にはモータースポーツユースを考えたベース車両が設定されている。 ABS はなく、シートやステアリングなども交換することを前提としている。ベース車に欠かせないパーツ類はニスモの今までにない早期立ち上がりで30種類にも及ぶパーツが発売されている。ただし活動の場がラリーメインのためラリーパーツに限られているのは仕方ない。ラストステージは筑波サーキットでの限界ハンドリングチェックだ。このパルサー GTI-R にこうパッと乗った瞬間に、まず四駆だっていう、こうイメージはあまりないですね。まあ、つまり、車高もどちらかというと普通の肉と変わらないようにこう低めになってますし、何よりもハンドリングがすごく、スムーズですね。特にグリッピングポイントからアクセル踏んで立ち上がると、昔の四駆は、まあ、かなり強めのプッシングアンダーステア出たんですが、まあ、これはむしろアクセルを踏みながらイン側に切れ込んでいくような特性を持っています。まあ、ブレーキも多少残しながら、ターンインしていくと、まあ、コーナーの入り口で軽く、リアを流すことができますから、まあ、ワインディングではかなり自由自在に走れますね。この辺のサスチューンが、まあ、非常に、うまくできていると思います。さらに限界は、まあ、比較的、高い方に設定されているんですが、まあ、そこでのコントロール性も非常にいいですね。まあ、ある程度、操縦性に自由を与えて、テールを振りやすくしてますけども、まあ、そこから先は、車の方でしっかりと支えてくれるような感じがあります。まあ、このようにサーキットのように例えば非常にグリップの高い路面で走るよりも、むしろウェットとか、その辺の路面で多分このパルサー GTI-R は、ドンピシャの操縦性を狙ってるんじゃないかなと思います。多分雨降ったら、一番こう安全で速い車になるんじゃないかなというイメージですね。ブレーキをかけた時の安定性も見事なまでにピタッとしてます。さあ、それではクリアラップを一周取って全開で走ってみましょう。最終コーナーを立ち上がってクリアラップに入ります。登場、副編大井の GTR 兄弟バトルのスタートだ。
清水選手のロケットスタートが決まるが、ダッシュで上回る GTR に必死の幅寄せ。なんとか1コーナーで前へ出ようとする。アウトに膨らんだ GTR のインをきれいにトレースし、並びかけるパルサー。しかし立ち上がりのパワー差ではかなわない。 GTR が前に出た。清水パルサー、正確なライン取りで綺麗なコーナリングを見せる。おっと、 GTR がドリドリ。差はじりじりと開いていくが、50馬力の差があるとは思えない開き具合。パルサー頑張る。さあゴール、勝負は GTR の勝ち。頑張ったパルサーだが、過酷なテストでタイヤが消耗、かなりのペースダウンを余儀なくされたのが残念だ。では2台の違いを、まずは第2ヘアピンの区間タイムについて G メーターで分析しよう。画面右側の進入から上に伸びる山が車にかかる横 G で、この場合右コーナーを表す。頂点がクリッピングと考えてもらいたい。次に加速と減速を表しているのがこれ。上に伸びているのが加速で、 GTR は加速を開始するまでに4秒、区間タイムとしては8秒かかっているのがわかる。こちらがパルサー。GTR よりも横方向にかかる G が少なくてなだらかだ。次に加速減速の G を見ると、進入してから 3.2 秒でアクセルを入れている。ということは GTR に比べパルサーのステア特性が素直で、車の姿勢変化が素早く行われ、その分早くアクセルを入れられるということになる。もう一度 GTR を見てみよう。円の中に注目してもらいたい。減速から加速へ移るときにタイムラグがあるのがわかるだろうか。姿勢変化に時間がかかり、アクセルを入れるタイミングが遅れてしまうのだ。これにパルサーのグラフを乗せてみると、加速へすぐに移っているのが確認できる。しかし区間タイムで見るとパルサーの方が1秒遅い。これは GTR の加速側のグラフが一気に上へ伸びているのに対し、パルサーはなだらかなことで理解できるだろう。最終コーナーではどうだろうか。 GTR は加速と減速の関係にばらつきが見られる。これはスーパーハイキャスのネガティブな部分で、コーナーでの安定性を確保するため弱アンダーとなり、最終コーナーのような中高速コーナーではアクセル操作に頼ることが多くなってしまう。これに対しパルサーは複雑な機構を持たないのと、持ち前のステア特性で比較的ドライバーの意思に沿ったラインをトレースでき、綺麗なデータとなった。今ちょうど筑波サーキットの、インプレッションが終わったところなんですけども、このパルサー GTIR はラリーマシンとして開発されました。しかし実際にヨーロッパのラリー見ますと、時にはハイスピードの、サーキットのようなコースを走る場合もあります。そういう場合はですね、当然スリックタイヤを履いて、あたかもグループ A のレーシングカーのような、いでたちでですね、実際のラリーを走るわけですね。で、最近は日本で特に N1 の耐久レースが盛んになってるわけですけども、今年は GTR が耐久をデビューして、話題をまいたわけですが、このパルサー GTIR もですね、多くのそういうレースファンがこの車のポテンシャルについてかなり興味を持っていると思います。そこで今回筑波走ってみたわけなんですが、全くの、ノーマンの状態で、ベストラップがですね1分09秒7と、非常に速いタイムを出したわけですね。実際 GTR が6秒台7秒台出すのに対して、このパルサー2リッターとしてはですね非常にポテンシャルが高いと思います。しかも操縦性がですね非常にこうユニークな操縦性を持ってまして、例えばコーナーにアプローチしていく段階では多少アンダーステアを持ってます。これは
ノーマルカーとして安定性を考えた上、まあ、やむを得ない特性だと思うんですけども、アンダーステアが出ましたらそこですかさずですね、あのアクセルをフルスロットにしてみてください。そうするとこのアテーサーの四駆システムが見事に車を回転させながら、旋回させながら加速していくわけですね。ですからアクセルを踏む限り、曲がることと加速する能力が極めて高いということが言えると思います。ブレーキのタッチも非常にしっかりしてますし、フェードもほとんど起きてません。こういった特徴を持っている車ということが言えると思います。ちょうど車のサイズもコンパクトでビギナーにも扱いやすい特性だと思います。これはかなりサーキットで、元気よく走る車だということが言えると思います。日産がラリーへの復権をかけて WRC 世界ラリー選手権へ送り込むマシン GTI-R グループ A がこれだ。基本的な作成は日産のオッパまで行われ、ヨーロッパに送られる。そしてヨーロッパが前線基地となる。デビューは91年のサファリに決定。並み居る強豪に混じり、初戦でどこまで戦えるか健闘を祈りたい。GTI-R は全てのテストでクラス最強の結果を示し、我々の期待を裏切ることはなかった。さらにただ速いだけではなく、安全でコントローラブルなスーパー 4WD スポーツだと言えるだろう。オープンロードで楽しむか、モータースポーツにチャレンジするか、どちらでも 120% 楽しめる、やる気にさせる一台だ。